今日の一冊2021年1月2日土曜日高木信子が日本霊域に財を取った飛鳥さんの霊域に続いての古典からの作品伊勢物語をもとに小説伊勢物語成平 NHK100 分で名著の高木信子伊勢物語詩人高橋む郎のすらすら読める伊勢物語 伊勢違いではあるが同時代を生きた王朝歌人伊勢を論じた秋山賢の伊勢「週刊日本の国宝百船橋蒔絵す,すずり箱」から「八橋蒔絵すずり箱尾形光輪」のページを開いて置いてみた。